おはようございます。おはようございます。今日はですね、ひろみさん、はい、新しいお仲間が増えたということで。あ、そうなんですね。紹介してもいいですか？はい、お願いします。お願いします。今日から新しく転入してきました、CAVLAN と書いて、はい、カブランくんです。あ、カブランくん。カブラン、いや、カブランくん、自己紹介ちょっと軽くお願いします。日本人カブランくんなんですけど、純日本人なんですよね。日本人なんですね。2回言わせない、日本人。あ、なんか趣味とかあるの？喧嘩。あ、喧嘩。まあね、みんなね、今日から仲良くしてあげてね、カブランくんね。あ、お願いします。おい、よろしく。でちょっと早速、はい、カブランくんも来てくれたということでね、はい、みんなで仲良くなれることをちょっとね、せっかくだからお互いのこと知ろうかなと。あ、そうなんですね。いうことで、あ、新入生歓迎会的な。あ、そう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 。嬉しい。うん、すごいいいですね。うん、トークテーマ用意しました。あ、おえ、そうなんですね。本日のトークテーマこちら。青春とは。青春ってやつ。青春ってやつですね。あ、初めましてでこれやるんですか？はじめましてですよね、僕今。お互いのことを知っていこうと。あ、はい、もちろん僕らの若干25歳と26歳ということで、はいはい、もう一通りの青春してるんじゃないかなと。そうね。ね。ということでね。そうなんですね。はい、ちょっと青春とは何ぞやと語らっていこうかなと。漢字にすると青い春。ね。まあ、青春ということなんですけども。はい。はいはい、ちなみに、青春、この瞬間青春してたなみたいなエピソードってありますか、カブランくん。うわー、この瞬間青春ね、うん、私その中高と生徒会やら、はい、頑張ってやろうみたいなので生徒会やってたんだけど、はいはいはい、まあその小学校までの自分で考えると、まあそんなことするようなキャラじゃなかったというか、まあ一個自分のその殻破りたいなみたいなところで始めたことでもあったから、うんうん、そこ入ってこう、まあ、生徒会ってチームみたいな感じでやっていくっていうのはすごい今思い返してもいい経験だったなと思うし、 あれは青春してたなって思いますね。あ、生徒会、生徒会で青春ですか？そうですね。え、そんなヤンキー姿で、はい、あ、もう当時はね全部締めて髪も黒で、はい、坊主で、はい、もうずっと敬語で先生と喋ってたし、今ちょっとガタイいいじゃないですか、はい、当時とかはガタイはあんま変わんないんです。あんま変わんない、あんま変わんない、このままこのままなんだ。いつ生徒会やられたって言ってました？中学校で、うん、このままこのままこのままなんだ。あら、変わってないです。変わってない、はい、あら、変わったのは髪色と態度だけ。髪色と態度あんまり参考にしない方がいいですね。あ、そうですね。こういうのはですね、小4から身長変わってないから。小4から小4から変わってないんだそうなんだ。そうなんです。いいですね、素晴らしいですね。ひろみさん、なんかエピソードありますか？俺の場合結構部活動、やっぱ生徒会の似てるかもしれないけど、うんうん、部活動ですかね。あ、いいですね。結構俺部活好きで、ずっと。おー、部活が好きってちゃんと言えるのってすごいですね。すごいよね。何部？何部？中学校が剣道部で、うん、はいはいはい、高校軽音部だったんですけど、うんうん、はいはいはい、剣道部の時はね、やっぱもうなんかその時はその時で、なんだろう、仲間と一緒にもう、なんだか、なんだろう、個人競技ではあるけど仲間と一緒に切磋琢磨、切磋琢磨にも上行ったるぜみたいな気持ちでやってたし、まあ剣道をやめてね、軽音部入った時は入った時で、そっから俺ベース始めたんですけど、うんうんうん、だからなんだろうね、結構闘志燃やしてやってたから。かっこいい、闘志燃やしてやってた、剣道部っぽいな、かっこいいな。その頃からなんか上手いさやつが同級生にいて、うん、ベースの、はいはい、うんうん、それでちょっと対抗心持ってずっとふわーって頑張ってベースやるぜみたいな時がね、はい、結構あって、なんかね、まあいろいろあったんだけど、今思い返せば俺の青春はやっぱそういう部活動にずっとあったのかなとは思いますね。なるほどね。でもその代わり、はいはいはい、恋愛は皆無だったね。あ、恋愛置いてきちゃったんですね。恋愛置いてきちゃったんだ、まあ、俺は。なるほどね。ハウスさん、はい、とですね、僕はね、ちょっとその高校でそれをめちゃめちゃしてたかっていうとそうでもないんだけど、やっぱそれまでにしてたお友達との恋バナっすね。あー、あー、いいね。これはやっぱりなんか、うん、その
恋をしている時ってなかなか青春ってこう俺は思えなくて辛いじゃない、実際自分がしてる時。そうだね、片思いだったりとかね、そうそうそう、片思いだったりね。でまあ後から見返してみるとそれも青春だったなと思うんだけど、うんうんうん、けどそういう片思いとか恋愛っていうのはさ大人になってもさ、うん、続いていくものじゃないですか、うん、僕らはこれからも今もね、うん、ずっと続いていくものだと思うし、でも大人になって恋バナするってだいぶ減ったなと思って俺、うん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 、確かに確かに、なんかあのピュアな誰が好きなのとか、うんねえねえ、うん、さらけ出す感じのね、そう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 、小学生だったらさ1位2位3位つって、あつけてた、うん、あんな失礼なことないよな、本当にそうあんな失礼なことないよな、ね、何2位3位ってな、1位2位3位つって、だいたい可愛い女の子が1位2位3位占めててその順位違うだけなんだよお前そっちが1かっつって、まあ、俺はこっちが1で3は変わらんねみたいな、うんうんうん、誰々ねっつってけど、なんかそれを含めた上でそのいや1、2、3位の中の人に聞く恋バナとかさ、はい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 、じゃあ実際誰が好きなのっつって、うん、女の子側の好きな男子1、2、3位誰なの、うん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 、なんかさ俺の勝手なイメージなんだけどさ、うん、男が好きな女の子ってさやっぱり大人になってからもそうだけどさやっぱ美女がモテるというのかさ、はいはいはい、あんまりさ変わんなくなかったラインナップ、確かに1、2、3位までなんか結構不動の人物が存在したりするじゃん、うん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 、でもさ女の子側から見て男の子って結構さ誰か男の子一人がずっとモテ続けるっていうのは、うん、まあ俺らのその小学校が低レベルでかっこいいやつがなかっただけかもしれないんだけどあの俺らの学校では少なからそうだったんですよ、いやわかります、田舎の僕らの学校ではそうだったじゃないですか、まあ確かになんかこいつがぶっちぎってモテてるとかなかったじゃないですか、うん、確かに本当にそう、そう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 、だからなんかそれがさすごい面白くて男側とするねキャンプとかあー、ね、夜な夜なする恋バナももちろん楽しかったんだけど、うんうん、ね、一緒の班の女の子とする恋バナとかもすごい青春でね、僕は一緒の班の人が好きだったんですけども、うんうんうん、だから好きな人にとする恋バナなんてもうドキドキよ、マジで、ね、確かに本当にね、聞きたいけど聞きたくないからね、うんうんうん、で、あの一回あったのは自分が3位くらいの時あれは何とも言えない気持ちでした、ね、嬉しくないわけじゃないからね、そうそうそう、嬉しくないわけないけどね、あれはすごい何とも言えない気持ちになりましたね、まあ、だいぶ恋愛に闘志燃やしてたんだね、いや恋愛に闘志燃やしてました、あとまあ小中はサッカー頑張ってたんで、うんうんうん、サッカー頑張ってたんですけど全然恋愛の方が上です恋愛の方が上、全然恋愛のためにサッカーやってた、あ恋愛のためにサッカーやってた、うん、あの放課に上から見てくれる女の子たちのおかげで俺は当時サッカー頑張れてた、そのオーディエンスがあることによって、ね、オーディエンスが大事なのよ、うん、小学校とかだとさ俺が放課毎回サッカーやってたの、うんうん、あの上から見ててくれてた、いやそう、ね、音楽室から見てくれてた、ね、女子のオーディエンス、うん、もうあれはもう今からでも感謝を伝えに行きたいですねあの彼女たちにあの黄色い原動力になってくれて、そう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 、ありがとう、そうそう、その中に好きな子なんていい思うんだら、もういつもより8倍くらい声出してたもん、うん、マイボーマイボーマイボー俺にくれあれ青春ですね、青春だなそれは、なんかしたかったこととかあります、これやれ今の学生の方たちに向けて、うん、もっとなんかこういうことしといたらよかったんじゃないとか、まあでも臆せずなんかいろんな人と喋っておけばよかったなっていうのもあって、うん、あすごいためになるね、陽キャの女子とかもいるじゃないですか、うん、はいはいはい、うんうん、いますね、まあ、正直僕苦手な人もいたんですよ、とっつきづらいですよね、うん、うんうんうん、ね、で正直避けてた部分もありました、何言ってもマジでそれなしか言わないですもんね、本当にそう、うん、けどねやっぱ意外とあいつもいいやつだったんじゃねえかという思うのがね、知らずに終わっちゃったとかね、そう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 っていうのはね何人か思い当たるな俺の人生の中で、そうだな、あと個人的願望としては制服ディズニーめちゃくちゃしたかった、うん、ああ高校とかの話ね、本当に、うんうんうん、もうずっと言ってるけどねこれ、うんうん、そうね、でも俺は前も言いましたけどまだいけるぞとね、まだいけんじゃない、どうですかどうですか、どうですか、どうですかこれ、俺と、ま、俺と制服ディズニーする、ね、かっこいい、おいでかっこいいね、ぜひぜひぜひ DM 送ってあげてください、ぜひ制服ディズニー、ぜひ DM 送ってます、彼女になりたいと、あの彼氏になりたいとは一言も言ってないんで、言ってない、制服ディズニー行ってください、そう、僕この姿の僕とディズニー行ってください、いいですね、で僕もちょっと似たような感じなんで、うんうん、次に言わせてもらうと、
あの学校行事マジで参加しときゃよかったなって言ってたね、うん、その参加しなかったって。そうなんですよ、俺はもうあの これは特に高校、中学校からもそうなんだけど、うん、中学校の時はまだそのモテたい願望って出てはいたのね。あ、要はイベントにね、その、うん、出てはいたんだよ、うんうん、高校になってなんかそれを振り切っちゃって、うん、なんかもうこの時間無駄だなって思っちゃったの俺は、当時の俺はね、うん、なるほどね、思わないけど、確か体育祭も行ってないし、なんかあれ参加しときゃもっと変わったのかなとか。あー、なるほどね、うん、ね、やらない、やったからって別に今あの体育祭がどうだったよねとか、うんうん、って言ってるとは思わないよ、別に出た人が全員、うんうん、あの体育祭が文化祭が青春だったよねって言ったとは思わないけど、いや、 やらなかった後悔よりやった後悔だなとはめちゃめちゃ思うんです。そうですね、そうだね、本当に何事にも言えるけどね。そう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 、クラス T シャツってやったじゃん。あったね、あったね、クラス T シャツをさ、一生懸命あの女の子たちがクラスで決めてくれたんですよ、うんうんね、うんうん、で俺それに対して、いや、ダッサみたいなスタイルで行っちゃったのは、うんうん、マジで一生後悔してますね。あれはなるほどね。ありますか、ブーちゃんは。いや、これ本当にみんな注意してほしいんだけど、うん、お注意、こう足が速いとモテる時期って確実にあるじゃないですか。いや、あります、あ、ありますよね。全然あるでしょ。小学校なんて特に足速ければモテるんじゃないですか。モテるっていうの、うん、あったじゃないですか、はい。でも 50m 走、僕もともと11秒ぐらいの激遅だった。あ、激遅っすね。激遅、そう、本当に激遅さ。それがこう小5小6の時にこう7秒とかになる。おー、めっちゃ早い。小学校でこう7秒、そう、7秒1とか7秒2とか確かそんぐらいだったんだけど、うん、めちゃめちゃ早いよ、選手やん。そう、うん、もうこれモテるやろと、うん、あの体力テストの後ね、モテるでしょ、こっから俺モテてくだろうと思ったら、確かに、うん、なんか足の動きと初速が速すぎて、うんうん、なんかどこかしらでゴキブリと言われてたらしくてえ、そうだからマジ、そう、マジで足速ければモテると思ったやつ気をつけた方がいい。ああ、体育できるイコールじゃないんだね。イコールじゃない、その足速いとかを、そう、あの中身が大事足速ければモテると思ってるような中身じゃダメ。中身とある程度の外見ね。ある、そう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 、そう、俺が満たしたのは速度だけだった気をつけた方がいい。けどさ、大人にちょっと青春からは離れちゃうかもしれないけど、うんうんうん、大人になってからも勘違いしてるやつは勘違いしてない。あ、そうだね。足の速さが例えばお金になったのか、うん、見た目になったのか、うんうんうん、なんか違うコンテンツに変わっただけで、なんかこれさえあればモテると思ってる人っていうのはいるよね、うんうん、あ、まあ確かに、うん、でモテるってさ、ね、確かにいろいろあると思う。それお金持ってればついてくる女の子っていうのはいっぱいいると思うし、うんうん、それを世間的にモテると言っちゃえばそうなんだけど、うんうん、なんかそれじゃ物足らない気もしちゃいますよね。そうだね、うんうんうん、だからそうね、青春ってのは反省から得られてるというか。そうだね、うん、青春っすね、それが。そう、あ、おお、なるほど、うまくまとめたな、うん、まとめたな、なんか、うん、多分俺らが何言ってもこの結論だけ決めて今日このセリフだけ決めてきてる今日、うん、何言ってもこれ言ってたと思う。さすがやな、良いシュートやね、良いシュートやな、さすがと、まあ、あの青春と言ってましたけど、うん、僕たちの楽曲の中にですね、青春を題材にした曲があるということで。そうですね、ありますね。青春っていうものは狙ってできるもんなのかなみたいな、うんうんうん、狙って青春ってしに、青春しに行こうって言って青春ってできるのかなとか、うんうんうん、狙ってしに行ってそれって青春なのかなとか、うん、なんかそんな思考をね、友人といるときにふと思った僕がですね、うん、ボソ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 とただただ妬みやそねみの感情で連ねた楽曲があるということで、うん、あの冬春という橙色の春という ね、はい、ただね、さっきも言った通り僕たちはあくまで青春を妬ましく思っているわけではなくて、うん、全面的に押し出していけないと思っていますね、うん、本当に本当に、うん、まあでも後悔してほしくないですね。いや、後悔してほしくない。いや、そうだね、うん、本当にそう、本当に、うん、今見てくれてる学生の方がどれぐらい、うん、いるか分かんないですけど、うん、多分さ、イメチェンとか恥じいと思ってるやついると思う。あ、はい、いわゆる大学デビューとか、はいはいはい、そう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 、うん、でも絶対にした方がいい、これは、うんうん、絶対にした方がいい。デビューって言われるって
すごいことだからね、うんうんうん、だって考えてみるメジャーデビューってすごいじゃないですか。そうです、ね、間違いない、ね、うん、インディーで路上ライブしてたやつがバカにされて、うん、メジャーデビューってすげえかっこいいことじゃん、うん、だからもともと自分が陰キャだと思っててね、すごいバカにされてた側でも、うんうん、大学でデビューって言われてることデビューできてるってことですからね。そうだね、本当にそう、周りが変わったなって思うわけだからね。だからもう気にせず自分が変わりたいと思ったらその瞬間に変わればいいと思います。ということで皆さんもぜひ青春を謳歌してほしいなと思う、はい、そんな回でした、うん、でした、でした。起立、気をつけ、ありがとうございました、ありがとうございました。ごめんね、ちょっといい、今ちょっといい、あの挨拶ちゃんとしよっか。あ、カブランくん、俺転入してきたすぐでさ、ちょっと恥ずかしいと思うけど、うん、挨拶ちゃんとしよっか。わかりました。はいはい、気をつけ、ありがとうございました、ありがとうございました。次回のプライベート MC でお会いしましょう。ありがとうございました。次も見て、次も見てください。バイバー、呆れないで、呆れないで、次も見て。